ワン！なんだこりゃ、地面が割れてて進めねえじゃねえか。本当すごい地割れ、そこが見えないわ。見渡す限りどこまでも亀裂が広がってますわね。橋も見当たらないし、どうしましょう。これもナハトの仕業なのかしら。あの地割れの先に見えるのが問題の3つの領域なのか。そうらしいな。遠目にも今まで見てきた土地よりブールの影響が強いのが分かるな。行き止まりなの？分からない。ここまで来て。僕、皆さんと一緒に旅ができて楽しかったです。でも僕、いつも守ってもらってばかりで何もできなくて。何を言い出すんだ急に。僕たちルフレス族が巻き込んだのに、危険なことに巻き込んだのに、ビテルだけしかできなくて、だからテル、もし本当にそれでレイバリアが助かるなら、それで皆さんが帰れるなら、僕が犠牲。テル、それ以上言うんじゃない。俺たちは一度だってテルンを負担になんて思ったことはないんだ。そうだ、バカなこと考えるなよ。友達だろ俺たち。実際テルンがいてくれなきゃ俺たちはここまで来ることだってできなかったわけだしな。それにブールが人の心の暗さの現れなら、それを倒すのに悲しさがいるなんておかしいだろ。寂しいこと言うなよ。そうだよ、私たちは仲間だよね。そんなことさせないよ。でも初めて俺たちと出会った時のこと覚えてるか、テル。確か他のルフレス族が怖がって町を出ようとしなかったのに、一人探しに来てくれたのでしたわね。うん、勇気ある行動だったよ。君には強い意志があるんだテル。俺はテルンが救ってくれなかったら死ぬまで悪夢の中で苦しんでいたかもしれない。あたしらだってそうだよね、母さん、ソフィーターン。うん、テルン助けてくれただな。命の恩人ってやつだ。少しくらい面倒見てもらったって罰当たらないさ。お前がもしいなければ。ん？リオン、何か言ったか。お前がいなければ僕はまだ穴の中だ。それにブールに惑わされずに済んだ。そうだったな、テルン。リオンが無事なのはお前のおかげだよ。なあ、もうめんどくせえ。お前がどうしても気になるってんなら、俺たちが勝手にやってるって思えっての。あら、いいこと言うわね。でもここまで一緒に来た、テルンと最後まで行きたい。皆さん、もう泣かない泣かない。ねえ、ちょっと思ったんだけどさ、テルポンってさ、あの鳩助に一目置かれてるわけでしょ。鳩助、ナハトのこと。そうそう。で、鳩助はもともと思いを形にする力があったわけでしょ。ならテルポンにもあるんじゃないの。そうだよ、意志が強いルフレスなんだし、テルンにもできるかもしれないよね。確かにお前の発言や態度は弱々しい。しかしお前の意志の力は強いものだと私は信じている。ミラーさん、己の意志の力に自信を持て、テル。そうそう。ねえテルポン、一つ念じてさ、ドーンと橋を作っちゃおうよ。僕がナハトみたいに。それはほら、自信持ちなさいよ。私たちみんな信じてるから。ルビアさん、皆さん、わかりました。やってみます。
なのか。え、皆さん一体。僕体が長くなって、手も足もみんな長い。どうなってるですか。それを言うなら大きくなったじゃないの。ああ、まるでナハトの時みたいだ。テル、何をしたんだ。わからないです。ただ自分の中に何か力を感じたと思ったら、でもなんだか今までにない力が溢れてくるような気がするです。なあ、ひょっとして前に言ってた夢紬ってやつじゃないのか。夢紬、これが僕が。でもとりあえず今は目の前の問題を先に片付けた方がいいんじゃないかしら。うん、それもそうだね。よーし、テルポン、その勢いで一丁橋の方も行ってみようか。はい、今ならなんだかできるような気がするです。橋だ、本当に橋が現れた。すごいぞ、やったな、テル。僕本当に本当にやったですか。まさか虚空から物質を生み出すなんてね。あんたのことますます調べたくなったわ。すごいですね、プレセア。こうなることをナハトさんは危惧していました。だから止めに来ました。橋が消えちまった。なんだよ、あの結晶みたいなのは。頭が。このクリスタルはルフレス族の心を乱します。もう橋は作れません。プレセア、なんでだ。なんでそうまでしてこんなことするんだ。クソ、みんなあのクリスタルを壊そう。テル、少しだけ辛抱してくれ。待ってくださいです。僕も一緒に戦うです。テル、今ならこの姿の今ならやれそうな気がするです。テル、だけどお願いするです。守られるだけじゃなく、僕も皆さんと一緒に。わかった、だけど無理はするなよ。危ないと思ったらすぐに引くんだ。僕の足を引っ張るなよ。容赦しませんわ。スターストローク。目障り。この程度か。手は抜かないわよ。ビチブス。力が湧いてきました。怖くない、怖くない。
しませんわ。やっ、僕の足を引っ張るなよ。手は抜かないわよ。これはどう？敵への情けは持ちたくない。目障り。ぶつぶつ。怖くない、怖くない。力が湧いてきました。今だ。やった。容赦しませんわ。それ。手は抜かないわよ。やらせはしないわ。僕の足を引っ張るなよ。この程度。壊れた。普通に攻撃すればクリスタルは破壊できる。テル、ここだけでも足を作れないか。近くで念じればもしかしたら。やってみるです。できたです。いいぞ。よし、俺たちがクリスタルを壊す。テルは橋を作ってくれ。ビチブス。これでどうだ。次来いよ。力が湧いてきました。逃しませんわ。手は抜かないわよ。僕の足を引っ張るなよ。
甘いわね。敵への情けは持ちたくないから。ビティブス、次来いよ。怖くない、怖くない。攻撃戦、力が湧いてきました。容赦しませんわ。そこですわ。打ち取りましたわ。あまり及んないです。ホーリーランス、次です。僕の足を引っ張るなよ。間に合って。手は抜かないわよ。これはどう。敵への情けは持ちたくないか。ビチブス、もらった。怖くない、怖くない。容赦しませんわ。それ打ち取りましたわ。力が湧いてきました。一個です。手は抜かないわよ。バニシングソロ、敵への情けは持ちたくない。助けるです。ビチブス、怖くない、怖くない。容赦しませんわ。僕の足を引っ張るなよ。力が湧いてきました。手は抜かないわよ。ビチブス、一個です。怖くない、怖くない。容赦しませんわ。えっ、僕の足を引っ張るなよ。力が湧いてきました。手は抜かないわよ。ビチブス、タッ、一個です。怖くない、怖くない。容赦しませんわ。打ち取りましたわ。ファイアボール、僕の足を引っ張るなよ。力が湧いてきました。手は抜かないわよ。
ビチブス。瞬人拳。容赦しませんわ。そこですわ。打ち取りましたわ。行くです。僕の足を引っ張るなよ。この程度か。力が湧いてきました。手は抜かないわよ。もらった。ホーリーランス。容赦しませんわ。逃しませんわ。打ち取りましたわ。甘いわね。行くです。これでひとまず大丈夫よ。向こうにも怪我してる人がいるね。ティア、回復術が使えるなんてすごいね。そう、うん、僕も術は使えるけど、人を傷つけるものばかりは。ティアみたいに人を癒したり守ったりする術っていいよね。僕とは違って。どうしてそう思うの。あなたの術も戦闘では立派に味方を助けているでしょ。わからない。僕の術に他人を癒す力はないから、なんとなくそう思ったのかな。そう、悪いけれど今は向こうにいる人を回復したいの。また話しましょう。僕の足を引っ張るなよ。グレイブ。邪魔です。力が湧いてきました。
しませんわ。それ打ち取りましたわ。フォトン手は抜かないわよ。やらせはしないわ。敵への情けは持ちたくないから。一個です。ファーストエイド。礼など言わんぞ。怖くない、怖くない。攻撃戦。やった。僕の足を引っ張るなよ。月閃光。ベチブス。ジェッパー絶叫撃。ヘイ。容赦しませんわ。やっ、打ち取りましたわ。力が湧いてきました。手は抜かないわよ。これはどう。敵への情けは持ちたくない。力よ。次です。一個です。怖くない、怖くない。僕の足を引っ張るなよ。マリア。浅いです。ブチブス。砕け散れ。よっ。容赦しませんわ。スターストローク。打ち取りましたわ。手は抜かないわよ。バニシングソロ。熱いです。力が湧いてきました。僕の足を引っ張るなよ。ブチブス。レッセンブ。容赦しませんわ。手は抜かないわよ。湧いてきました。怖くない、怖くない。さあ、行くぞ。今だ。ブチブス。一個です。
ど言わんぞ。容赦しませんわ。手は抜かないわよ。はっ。敵への情けは持ちたくないから。私はまだ続けてもいいのだけど、どうするのかしら。プレセア、降参しろよ。もう勝負はついただろう。後ろは崖だ。逃げ場はないぜ。そうでもありません。負け惜しみかよ。素直じゃねえっつうの。想像しよう。ナハト、てめえ。プレセア、しくじったよ。すみません、ナハト。その姿、なるほど。夢盛りにすらならないうちに夢紡ぎになりうるぞ。やるじゃないか、テル。それで僕と対等にでもなったつもりか。そんな、僕は力を得た気でいるんだろうが、とても危ない綱渡りをしているんだ。いい気にならないことだ。回りくどい言い方しやがって。どういう意味だ。どうなるか楽しみだよ、ベル。引き上げようか、プレセア。はい、ナハト。まずです、ナハト。嘘、飛んだ。あー、どんどん小さく見えなくなっちゃった。しまった。そういえばナハトにはそんなゲートもあったんだったな。忘れていたわ。ハト。最後の橋ができたです。すごいな。段違いに大きな橋じゃないか。もう地震の方は心配なさそうね。はい。なんだかコツが分かった気がするです。どうしたんだ。また元の姿に戻ったぞ。気を抜いたら戻っちゃったです。やっぱりあの姿してると結構疲れるみたいです。でも大丈夫です。少し休めばまたあの姿になれると思うです。それにしても驚きましたわ。姿を変えたり橋を作り出したり、本当いろんなことができますのね。自分でもびっくりです。僕がこんなことできるなんて。ああ、やっぱり君は大したやつなんだ、テルン。うん、テルン、君はすごいよ。もちろん元からすごい子だったんだろうけど、きっと君は変われたんだね。不思議な感じです。皆さんが一緒にいて力を貸してくれたような気がしたです。皆さんが僕の中にいるような、僕と皆さんが一つのような。友達だもんな。いつだって一緒なのは当然だよな。にしてもよ、さっきのナハトの言葉、あれどういう意味なんだ。夢紡ぎであること自体が何か危険を伴うような言い方だったな。夢盛りよりなるのが難しいというのと何か関係があるんだろうか。そこは何ともわからないな。もしそうならナハトだってそこは同じはずだが。相変わらずわからないことばかりか。わからないことは後で考えればいいさ。さあ行こうぜ。いよいよ禁断の領域に挑戦だ。